よいしょー、デートに来ましたー。なんか切り替え早かったな。レイさん待った？ごめん、一応時間守ったつもりなんだけど、呪文通り、時間通りなのつもりなんだけど。ごめんなさい。もう私のこと構わないで。さよなら。全く俺と同じことよ。八重さん、始まってそうそうこれかよ。3日ぶりの実況やというのに最初からこれかい。あ、八重さんだ。八重さん、今帰り？一緒に帰れない？もう構わないでって言ったと思うけど。いいじゃん別に。聞いたよ。でも納得する理由は聞いてないし。だって私、あなたのこと信じたくない。なんで？俺、八重さんに何か傷つけたの？うん、今はそうじゃないけど、いつかきっときっとそうなる気がする。なんでやねん。そう、そうやって信じるかどうかわかる前に諦めちゃうんだ。八重さん、一緒に帰らない？うん、じゃあ帰ろうな。よくわかんねえな。ちょっとよくわからんやったぞ。でですね、こっから先はイベントがあんまりないんですよね。なので、イベントのところまでちょっとカットしようかなと思っております。よーし、デートに来たぜ。あれー、雨じゃんか。うわ、せっかくなんだ、4月の桜が舞う季節に来たのに、すごく暑くなったね。うん、嘘ばっかりついてるな。残念だ、見てなかったな。ちょうどだ。うん、元気。まあ俺も元気だよ。何を言ってんの。今日は楽しかった。てかさ、部活とデートをさ、かぶらせないようにしよう。もう断るしかないじゃん。よいしょー、今回はデートどこだっけ。いつもされてるな俺。お、水族館だ。水族館って何度来てもワクワクするんだ。そんなに好きなんだ。うん、そうさ。さ、入ろうよ、八重さん。よっしゃい。水槽の中の魚、どんな気持ちでいるのかしら。ふよーんって感じだよ。よくわからない。魚は何も考えてないよ。水槽の中は何も見えないからが、もっと広いところで泳ぎたいだろうねと。やっぱりそうなのかな。そうだよ、みんなそうだよ。そう、俺らもそうなんだよ。うん、人間というものはな。うん、よくわからん。今日は調子悪いな。よいしょ。今回は、カラオケに来てまーす。今回覚えてたぞ。やったー、待ち時間なしだ。てか全然さ、デート誘っていくのなんかあれ OK してくれないんだけど、マジ最悪な。やっぱり心が震える演歌だね。そうだね、アニメソングが一番かな。一番下だろう、当然。最新ヒット予測オンパレードだよ。私は興味ないから。え、今日来るんじゃなかった。じゃあここで。八重さん難しいな。デートも来てくれないし、あれだしこれだし、ファンファンファンだね、もう本当に。マジかー。よいしょー、誕生日プレゼントです。サボテンの鉢植え、 T シャツ、ハイヒール。ハイヒールはねえだろー。サボテンなんですよこれ。ちょ、 T シャツかと思った。どうしたの。これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。嬉しい。私の子だろー、だろー。ほほほいほほい。よーし、なんかイベントまでスキップしますとか言ってたんですけど忘れてました。神社。あ、こんばんは。多分ね、おそらくなんですけど、もうときめき度がね、まあいいとこまで行ってる。そこそこぐらいまでは来てると思います。今来たところだよ俺も。そう、毎日は好きでしょ。別に。え、嫌いじゃないけど。
そうなんだ。じゃあどこ行こうかな。もちろん金魚すくいです。肩抜きは絶対失敗するんで。てかね、八重さんね、本当にデートね来てくれない。もうね、説明はいるかい。本当にね、難しいね。頑張って。そして結果は6匹、結構いくな。やっぱりなんかね、なんか最近コツをつかんだっぽくて、真ん中で取るよりも端っこで取る方がよくて、さらに、まあ、丸を押してすくうんですけど、その丸のボタンもちょっと短くするとなんかいっぱい取れるような気がしますね。でも7匹でね、うまいよ。やったぜ。今日は楽しかった。また誘って。じゃあ断らないでって感じなんだけどね。でね、9月にね、まあいつも通り修学旅行があるんですけど、そこまでにときめき度をねちょっとね結構上げないといけないんだよな。だからね、ここでねセーブしてから、まあ9月までにセーブランドロードを利用して、まあときめき度を上げた状態まで持ってこれたらベストですね。よし、修学旅行まで来ました。では行こう。そういえば修学旅行ってどこだっけ。どこよかったんだっけ。あ、それは書いてなかったような気がする。なんかね、京都灘っぽいな、こう行きたい感じが。やっぱなんかこうゆっくりしたところに行きたいようなイメージが強いな。なんだか古ぼけてるな。お前、名前の通りさ、はい、なんだよね、なんだよ。今日は一日疲れたよー。あの、お、おい、そう、服装変わったんだったな。あ、八重さん、どうしたの？うん、もし、よかったらでいいんだけど。何？明日の自由行動一緒にどうかな。どうしようかね。ちょっとね、もちろん OK。 じゃあロビーで落ち合おう。おやすみ。いいね、落ち合おうがひらがなっていうのがねまたいいな。うん、おやすみ。明日も気合だ。八重さんまだみたいだな。遅くなってごめんなさい。はい、いいよ別に。あ、おはよう八重さん。じゃあ早速行こうか。遅れた理由聞かないの？なんで、俺も来たばっかりだし。女の子と、女の子は何かと準備に時間かかるみたいじゃない？化粧とかね。ありがとう。さあ、行こうよ。うん。風格がある。うん、これが歴史の重みってやつだね。うん、残念って何が？門の中の彫刻。網がしてあってちょっと見づらいから。ああ、それなんとなくわかる気がするけどな。なんかあれよな、強化ガラスとかにしてほしいよな。そういえばそうだったね、やっぱり、いたずらされるとかからかな、落書きとか。そういうのって、いや、網をしてしまう人が嫌なのか、悪意をする人が嫌なのか、どっちもだよ。ん、巨大鹿、こんなところに巨大鹿がいっぱいいたらさ、びっくりするやろ。戦う。はい、勝ったぜ。ありがとう、私なんかのために。そんな当然だよ。いいよ、このそばに。おー、それって一緒に行こうっていうお誘い？喜んで行くよ。すぐ出られる？おー、いいね。静かな夜。うん、本当にそうだね。光ってるの。人混みは歴史が眠ってるんだね。ああ、そうだな。楽しかったな。うん、俺も。うん。ありがとう。何が？ずっと一緒にいてくれて寂しくなかったよ。寂しい時は俺が隣にいるって。攻略サイト見たら沖縄選択って書いてる。沖縄選択って書いてる。マジか、あれセーブしたっけ、覚えてねえな。はいと、ここまで戻ってきました。
あ、まさか沖縄選択だったとはな。北海道かとちょっと思ったりもしたんだけどな。初日のクラス分けの観光と移動か。はい。はい、こいつがいる。そしてからの、からの、おい、今日は一日疲れたよ。おい。明日の自由。はい、オッケー、もちろん。で、からの、おはよう、早速行こうか。で、これはさっきと同じような感じで、気持ちいい。お、なんかこう顔がこうなんかいい感じの笑顔やね。沖縄の海と空って同じ国とは思わないよね。まあ確かにな、うん、なんとなくわからんでもないけど、行ったことねえからね。自然の力が強い気がする。そういう愛さんは自然に感動する心が強いよね。そうかな。変かな。なんか沖縄の方がやっぱ若干顔がいい。顔がいいっておかしいけど、なんか気分がいいような気がする。変じゃないよ。とっても素敵だよ。そういうのって俺なんか全然鈍感だから尊敬しちゃうよ。尊敬なんて。でもありがとう。八重さんってとっつきづらそうだけど本当は心の優しい人な。いやー、まあそういう人が多い、やっぱりね。こうあんまり喋らない人はね、優しいんだけども喋れないみたいなね、俺みたいなやつやな。うん、と言っても俺はやっぱり人と喋るのめんどくさいタイプの人間だけどな。心の悪いやつや。勝ったぜ。大丈夫？いい人が来てくれて。そうだね、やっぱ違うんだな。さっきは勝ったけど今回は助けられたからな。いい？あ、八重さん、いいよ。このそばに。お、あ、これは一緒なんやな。あ、うん。でもここで CG があるかないかなんやろうね、多分な。綺麗な星空。お。おお、お、違う。おお、本当違う。も変わらずにあんなに美しく光り続けられるんだから。おお。これ沖縄選択するだけでこんなに違うの？やばいな。八重さん、星が好きなんだ。うん。でも好きっていうより羨ましいだけかも。ごめんなさい、変なこと言ってるね私。いや、俺も星みたいになれたらいいと思う。いや、星よりも雲だな俺は。もうふわーっていう感じでスーって消えるような、うん、ありがとう。おお、いいね。あ、こうやって見るとさ、やっぱ今のゲームの CG 集めました集とかのさ、おまけみたいなのがあれいいよね。これアルバムとかになっちゃうけど、CG100% みたいなね、まあエロゲーとかでもいっぱいあるけどさ、これそういうシステム必要だな。なんか全部の CG 見たいなって思ったりするもん。これは全部の CG どれか分かんないからさ、あれけどね。ということで、次はね、デートをね、どんどん見せていこうかなと思っております。なんで最初の方に、こう、デート全然見せられなかったかというと、あれなんですよ。もうね、すげえ断られるんですよ。だから、ここまではね、ちょっと、断られるし、相手の反応も良くないから、ちょっとあれだなと思って、デートはあんまり、まあ、デートはやったんだけど、めっちゃ断られるから、っていう理由。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。